やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日一問目です。神社の遠隔参拝について、YouTube で神社参拝、遠隔参拝しもご利益はあるか。で、自分で撮った神社写真を印刷して自宅で参拝してもご利益があるか。ご利益。ご利益じゃん、ご利益。はい。私も占うけど、この方面のね、プロの翔子先生も、この後にちょっと聞いてみますね。で、貼りますね。それが一致しなかったら超ごめんなさい。先に謝った。うん、その場合はもう翔子先生の方を信じた方がいいよ。うん。何せ神社仏閣のプロですから。まあ、意見でも違うかもね、タロットさんと。どうかね。同じかな、どうかな。一気にいっちゃいます。一問目。もういや、対策ついてるんです。金のカードが死神だから、両方やめた方がいいかね、もはやね。一枚目から死神か。一枚目の、一個目の、二個、両方のかな？ズバッと言いました。うん。両方ので、正しい方法、の方がいいですかね、正義だからね。そうだな。もう死神ってパッて出た時点で、やめろそんなものをこう受けたけど、結構厳しめに出たね。はい。まあでも神社ね、そう、過去にいろんな占い方しても、神社の、そう、なんか お参りに関しては確かに、なんだか厳しめです。うん。なんか厳しい作法とか、そんな結果が出がちですよね。過去、皆さん見てきて、そう思うよね。うん。はい。続いて、人間は進化の過程で宇宙人の遺伝子が組み込まれたとのことでしたが、宇宙人の外見上の特徴が現れた人は、過去にもいた、法隆寺五重塔内の、なんて読むのこれ。なんとか像。で、今もいるか。はい。宇宙人の外見上の特徴が現れた人。外見上の特徴がなんだかわかんないけど、宇宙人の。目の色が、とか、耳が、とか。現れた人がいるか。マジシャンの逆。おー、ズバッと出ました。脳かな？うん。脳で。はい。マジシャンの逆でしょ？なんか、隠す感じかね。特徴としては、こう、表面上出ない感じがしちゃった。はい。ナスカの地上絵は、どれがいいですか？ 1,2,3,4,5。あれ？これって過去に占ってないんだっけ？もう何の都市伝説を占ったかどうか忘れちゃった。ナスカの地上絵。ねえ、あんな巨大なものをね、あ、占った気がしないでもない、なんかしたような気がしてきたけど、うん、過去にもしかしたらあるかもよ、私の動画。なかったらすいません、昨日忘れた。勘違いだった、ごめん、占った気になってたら。五択、1,2,2,3,4,5、ほうほうほう、ズバッと出ました。あ、あれか、私が占ったの、ミステリーサークルか。だっけ。あ、でも、ナスカの地上絵もなんか占ったような気もしないでもない。2と3が出たぞ。どういうことだ ?3 はさ、すべてに人間がやったって言ってるくせに、2は宇宙人がって言ってんの。どういうこと？1は違うでしょ？ 4 も月だからなんか、そんなメッセージ性はない気がするんだよな。単なる落書き、そこまでのものでもない気がする。
ちょっと矛盾するんだけど、2と3にイエスが出てます。はい。っていうことでお願いします。キーのカードはちなみに女帝の逆でございます。はい。そんなに中身のあるものではないのかもしれないね。深いメッセージ性みたいなのは。単純にこう、表現なのか。はい。続いて。円安以外に日本と海外のインフレ格差が心配です。はい。欧米はハンバーガーやラーメン一口が4000などについて。はい。できれば来年末までの期間。はい。今後もインフレ格差が来年も広がり続ける。今の格差のままでストップする。3、インフレ格差なくなる。4、今よりは、インフレ格差あるが今よりは幅が狭くなる。はい。1、2、3、4。どれか。来年末まで。来年末。1年半ちょっとでそれが、格差がなくなる気はしないんだな。欧米がめっちゃ物価が下がるか、日本がめっちゃ上がるかでしょ。日本そこでめっちゃ上がったらさ、大変なことになるしさ。ね。同じラーメンが4000円みたいな世界に日本が突然、そんな世界になったら多分みんな生きていけないよね。ちょっと予想としては縮まる気がしないけど。フールの逆。はぁ。キーのカード。1、2、3、4。ズバッと出たのかこれは？待ってよ。今の格差のままでストップする。2と3は、日本語の意味的には、大いに違うんだけど、2は今のままでストップでしょ。格差があるまま。3は、インフレ格差がなくなる。なくなる。なんだこれ。もしかして、こっちか？死神の方か？いやなんか、キーの、フールの逆も気になるよね。答えたくない、なのか。わかんない、なのか。わー、これは難しい。結構、なんか、めちゃめちゃな答えを出してきたからさ。困ったね。困ったね。そう、今答えようとして私が困っている。これはどういうメッセージだろう。ね、本当に、タロットさんとしても、全然わかんないか。答えたくないか。知らなくてもいいって言ってんのか、考えても、もうどうにもなんないからさ、みたいなこと言ってんのか。なんだろうね。フールの逆、なんかさじ投げてる感、もうこの質問に関して。で、強烈だね。死神も世界も審判も、コテの逆もなんかね。これは、国によって違うとか。なんだろうね。なんかよくわかんないけど、それを説明できないのが申し訳ないんですけど、今の時点で答えられない、みたいなのが回答でお願いします。ちょっとそれが何？この国、欧米って言ってもこの国はこうだけど、この国はこうとか、国によってめちゃめちゃ違うとか考えられるとしたら、もしくは なんだろうね、予想もできないようなことが待ち受けてるかもよみたいなことなのか。ちょっと、ごめんなさいです。うん、またちょっと先に、半年後とかに聞いて、ごめんなさいです、本当に。で、続いて、歩くときに足裏のどこから設置したら体にいいか。はい。靴を履いている場合と裸足の場合。はい。4択だね。靴を履いている場合、かかと、つま先、足裏全体、その他。足裏全体で設置ってすごいきつくない？つま先からとか。靴履きながら。なんか、スン、スンってこう、出すの。あ、でも体への良さだからね。それが筋力アップにつながるんです、みたいな話かもしれないし、どれかね。靴を履いている場合。はい、どれですか？フールの逆。なんだろう。またフールの逆か。どっから設置しても関係ないよって言ってるのかな、これ。キーのカード。2、3、4。ズバッと出ました。あ、かかとじゃないんだ、でも。
つま先と足裏全体って出た。でも、すごく気になるのはやっぱフールの逆なのね。体への良さと安全かどうかは別だよみたいな。ここで、なんだろう、つま先とか足裏とか言ったけど、安全な歩き方じゃないかもよみたいな。怪我するかもしれないけど、それでもいいみたいな、なんか、そういうことかもって思っちゃった。フールの逆って危なっかしいじゃん。ね、崖から落ちそうなカードだからさ。なんで、つま先、足裏。だけど、怪我とかとはまた別の話だよ、みたいな、その感じがする。で、裸足の場合、外は歩かないからね。室内だよね、だいたいね。その場合、どこからか。かかと、つま先、足裏全体、その他、全部のって出たぞ、ズバッと言いました。どれやねん。ちょっとこれ、回答がなかったよ、つま先、あ、じゃあ、裸足の場合。裸足の場合、いいんじゃ。裸足の場合いいんじゃ。そのまま読んだまま言うと回答なし。どうしろっつってんの？戦車。なんだろうね。裸足で言うほど歩かなくないって言ってんのかな？健康に影響するほど、健康とかなんだ？体への良さに影響するほど、裸足で現代歩かなくね？みたいなこと？ ちょっと、何を言ってんだろう。とりあえず、あんまり気にしなくていいんじゃない？裸足の場合。そんなに影響がない気がする。ので、心地いい感じでいいじゃないでしょうか。で、靴は、怪我注意ですね。はい。それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マチュール。会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。2つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方は、ズバコンがおすすめです。ブライダルパートナーズさんっていうとっても成婚率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。3つ目、オンラインサロン、たまきの人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とか、カバダ数秘術ごとの相性っていうのを公開してます。4つ目、ズバットタロットズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。で、続いて、TBS で放送されている水曜日のダウンタウンは10周年を迎えた。20周年を迎えるまで放送を続けているでしょうか。なるほど。悪魔の逆。いや、難しいかな、ズバッと出ました。解放のカードだからね。ノーで。続いて、人間はいろんなものを食べていますが、最愛のものは死んだ時に、何？死んだ人を食べるってこと？遺骨とか、肉とか、体内に取り入れることと違いがありますか？その声をタロットさんを、これなんて言うんだっけ？カニバリズムだっけ？違う。それは違う。でもこれ最愛のものが死ぬと食べたくなっちゃう人も、いるのか。私は全く思わないな。まあでも、中にはいるかもね。違いがありますか。いろんなものを食べることと、最愛の人間が死んでそれを食べることは違うか。どういうカードだろう。違う。どういうカードだ。違う。違いはあるか。違いはないか。ある。違いがどのくらいの程度であるかみたいな。ポジティブなカードが出た。違うかな。そうね。星と太陽ほど違うかな。結構大きめにビッグな感じでタロットさん表しました。地球から星ほどのくらいの遠さくらいは違いがあるって言ってると思う。で、その行為をタロットさんはどう思うか。その発想をしたことがなかったので、考えたこともなかった。
体内に取り入れたい。あ、でもそういう文化のところも地球上探せばあるかもね。知らんけど、わかんないけど、どうなんだろう。動物とかは、もうなんか、関係なく食べちゃったりするけどね。タロットさんはどう思うか。また星か。また、星。どうしたどうした。なんか、いっぱい天体が出たね。星とか月とか、ズボッと出ました。あ、その行為をどう思うか。あ、結構でもポジティブな感じね。なるほどね。こう、個人的な人間としての思いはさ、あ、なんかグロテスクだなっていうのは第一印象だけど、タロットさんから見ると、なんか清らかな、星、月、宇宙的な考え方だね、みたいな感じ。宇宙的、宗教的、とか、なんて言ったらいいんだろう。法が出てるしね。そうね。なんか人間の行為を超えた、やっぱそうね、一言で言うと宇宙的な行為だね、みたいな感じ。うん。そうね。今、女教皇がさ、ポツンっていたんだよ、対策注意点に。それ対策注意点ね。っていうことは、でも、宇宙的な行為ではあるけど、なんだろう。うん。地球上に生きてるうちは、ちょっと理性を持って人間的に生きるのも大事だよ、みたいな。宇宙目線で見ると、素晴らしいこととか、普通のことかもしれないけど、周りから見ると、ぎょっとする人もいるかもしれないから、その辺は冷静にね、みたいな感じですかね。ちょっと人間目線に一旦戻ってくるのも大事だよ、みたいな。はい。では、今日は以上になります。じゃんけんいきます。たまきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。